もっと自分らしく稼ぎながら、もっと自分らしく社会貢献するライブということで、株式会社ブリッジ7セル東京 CEO 小熊弥生が、お届けさせていただきます。ということで、今日のね、まず学びのポイントっていうことで、takeaways とね、英語で言います。take っていうのはね、取るっていうこと。away っていうのは、自分から、離れていく。まあ、離れていくっていうか、自分がこうね、持ち帰ることができるっていうことですね。ですから、今日の持ち帰りの学びのポイント、3つあります。社会貢献しながら稼ぐ基本っていうことですね。それから自分らしい社会貢献方法の見つけ方。そして、今ね、現実、会社員だったりとか、フリーランスでのお仕事されてる方、まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですけれども、今の現実から無理なくもっと稼げる自分になる方法というね、この3つのポイントをお伝えしていきたいと思います。ぜひぜひですね、皆さん学んでいただいたことは、インプットしたらすぐアウトプットすることによって、あなたの脳がですね、もっともっと学べるようになりますので、ぜひたくさんね、コメントに、これ学びました。へえ、そうなんですね。とかね、どんどんね、書いていただければと思います。それでは、じゃあまずね、コロナは時代が変わるということで、宇宙からのメッセージからね、最初にお話をしていきたいなと思います。で、これはね、今朝、朝5時、4時、4時半ぐらいだったかな、ちょっとね、宇宙からメッセージをいただいたんですね。で、どういうメッセージかっていうと、これまでの世界っていうのは頑張らないと成功できないっていう、そういう世界があったんですね。で、その時には、この地球上の中でね、資源とか、それから、まあ、お金、それから、まあ、人脈、チャンス、こういったものは全部スケアシティ。欠乏しているんだ。十分ないんだっていうね、そういう十分ないんだっていう発想から考えるので、一人でも優れなきゃいけないとか、それから、チャンスが少ないから、だから、このパイをね、みんなで狙うから、だからライバルっていう存在があるっていうね。これが、今皆さんがご覧いただいている画面上での青の方のね、1万円しかないですっていうことで、この1万円めぐって皆さんね、頑張るっていう、そういう競争みたいな社会っていうのがずっとあったんですね。で、私自身もそういうこう競争社会っていうものにずっとね、通訳としてさらされてきましたので、本当に努力するっていう人生を歩んできたんですけれども、去年からね、やっぱりこういろんなスピリチュアルのメッセージを、積極的に受け取るようになって、で、最終的にイエス・キリストと同じ次元の11次元のね、明日あるという宇宙の、中で、宇宙船のですね、指揮官をされている、方の、まあ、宇宙連合の中のリーダーというね、肩書きを、持っている方の通訳をさせていただいたときに、実はもうそういうね、時代というのが終わっていて、そうではなくて、この、女性がね、もうなんかこう、ドル札が、うわー、こんなにお金があるっていうね、これを英語でアバンダンスで言います。アバンダンス。アバンダンス。もうね、音からして全然違いますね。スケアシティ。ほとんどないよ。欠乏っていう状態と、アバンダンス。豊かなっていうね。これによって、実はあなたのね、考え方って全然変わってしまうんですね。ですから、もっと稼ぎたいっていうふうに思った時に、スケアシティ。このね、欠乏しているっていう概念から考えると、あいつを蹴落としなきゃいけないとかね。そういう発想になってしまいますので、これはまずまずね、一番最初に捨ててください。手放してください。ね、その思い込みは全然いらないです。宇宙には十分たくさんのね、富があります。豊かさがあります。ですから、どうぞね、まずはアバンダンス。十分に世の中にはあるんだ。すべてがあるんだっていうね、そこの前提からスタートしていただけると、今日の話っていうのもしっかりと腑に落としていただくことができるかなというふうに思います。さて、社会貢献しながらね、稼ぐ基本っていうところ、一つ目の項目ですね、お話を早速していきたいと思います。で、そのアバンダンスがあるからこそ、まずね、一番最初にその基本として理解いただきたいのは、社会貢献するっていうことは、これ市場に価値を提供する。で、市場がちょっとわかんないなと思う人は、あなた自身が市場です。で、例えば、メルカリとかね、あるじゃないですか。フリーマーケットのようなところで、こう人がいっぱいいる。あるいは、何か、マーケットに、物を出していくとですね、買ってくれる人がいる。これは、人がたくさんいる場所。これをマーケットって言います。人がいる場所がマーケット。人がたくさんいればマーケット。ですから、日本っていう国もマーケット。シングルマザーというのもマーケット。会社員というマーケット。いろんなマーケットがあるわけですね。で、それぞれの分、それぞれの
市場のことを、セグメントって言います。セグメントっていうのは一部の、一部という意味になりますので、もちろん一番大きなマーケットってグローバル市場になるわけですよね。グローバルマーケットっていうことになるわけなんですが、あなたが一番こう社会貢献をしたときに、あなたの、価値を一番理解してくれる市場で、あなたが価値提供すれば、それはやっぱりその価値っていうのを高く評価してくれる人がいるので、なので、あなた自身がもっと稼げるようになるよっていう。要はそこなんだっていうことをね、ちょっと理解してください。ということは、例えば、私の場合であれば、自分自身がね、英語が全くできないところから、TOEIC280 点、英語ゼロ力からですね、そして正直6円から、半年で英語をマスターしたというところがあります。ですので、そうすると、お金がない、あるいはこれまで英語力がない人が短期間で英語を習得するということを望んでいるマーケットに行って、私がそのプログラムを販売したらば、それ一番ね、買ってくれる人多いですよね。そのことに価値がある。だけども、例えば私がアメリカに行って、半年で英語が話せるようになるプログラムやりますよって言ったとしても、これは売れないわけですよね。なぜならば、アメリカでの母国語、っていうのは、英語になってますから、価値がないっていうことなんで、売れないっていうことになるんですね。ここの原理、なんかすごい当たり前のこと話してるじゃないですか、小熊さんって思うかもしれないんですけれども、これが分かるようになると、あなた自身の自己分析と市場がどこにあるのかなっていうことを探せるようになりますので、そうすると、社会貢献をしながら稼げるようになるよっていうことなんですね。で、じゃあ、あともう一つね、ここの下に書かせていただいた、社会貢献しないで稼ぐっていうね、これもあり得るんですよ。例えば、テクニックでマネーゲームで稼ぐ。例えば、リザヤで稼ぐっていうことですね。株価が今日は、3000円だったのが、明日は3万になりましたっていう、そういうものに投資をしたとして、今日3000円で買った株券を3万円で売ったとしたらば、これは、リザヤのね、2万7000円っていうのが確かに手に入るんですけども、この場合には社会貢献っていう形では、直接の形ではないんですよね。ただ単に、マネーゲーム、そのタイミングの、だけでですね、稼ぐっていうことになってしまうと、貢献っていうのはなかなかしにくいっていうことになっちゃうんですね。ですから、今日皆さんがもし社会貢献をね、したいって思っているのであれば、まあ多分思っているからこそ今日のこのライブをね、見てくださってるんだと思うんですけども、その場合には一番大切な、富を作る、稼ぐための、方程式っていうのがあります。その方程式が、私がね、経営の師匠として、学ばせていただいた、ロジャー・ハミルトン氏、ウェルス・ダイナミクスのね、創始者でありますけれども、そのロジャーが説明している言い方はこんな感じなんですね。バリューかける、なんか英語と日本語今ごちゃになりましたね。すいません。バリューかけるレバレッジ、イコールマネー。要は、あなたの価値提供、あなたの価値に、掛け算でレバレッジ、テコの原理ってことですね。これをかけていくと、たくさん稼げるよって、ちょっとね、先生わかんないって思うかもしれないんですけども、大丈夫です。これから説明していきますからね。安心してくださいね。まず、一つ目のバリューから説明していきますね。バリューというのが、これは、日本語で言ったら価値なんですけれども、先ほど言った人がたくさんいるところいますよね。この人がいるところの、で、その人たちがお金を払ってでも欲しいって思うもの。これが価値なんです。ここね、すごい大切なんですよ。自分として良かれって思ってても、誰もお金を払っても欲しいものってなかったとしたら売れないんですよ。そうすると稼げないってことになっちゃうんですね。ですので、具体例ちょっとここに書かせていただきました。英語が話せて、思った通りに成功ができる方法。これを、英語ができるようになりたい人たちがたくさんいる市場。例えば、日本。例えば、韓国。中国。台湾。こういったところで販売したとしたら、どうですか？お金を払ってでも、それ欲しいっていう人いますよね。なので、これは価値があるよってことなんです。じゃあ、二つ目のね。好きなだけ食べて痩せる方法。これね、私欲しいです。もうね、すごい食欲いっぱいあるのに、あるんですよ。で、結構ね、ちょっと、すぐ仕事が忙しくなると、10キロオーバーとかになっちゃいますんで、これね、知ってる人がいたらね、ぜひ教えてほしいんですけども、そういう、痩せたいって思っているね、願望がある、人
人たちに対しては、もうこれはむちゃくちゃ価値がある情報ですよね。そして、じゃあ今日のね、テーマですけれども、社会貢献しながら自分らしく稼ぐ方法、これを知りたいよっていう人、この人たちにとってみても、このね、今日のライブっていうのは、ある意味、まあ、今日はね、お金を払ってもらってるとか、そういうのはないですけれども、でも皆さんは時間でね、払ってくださってるっていうところもありますからね。ですので、皆さんも貴重な時間をいただけてるということでね、感謝、改めて申し上げますけれども、ということで、社会貢献をしながら自分らしく稼ぐ方法を欲しいと思っている人の市場に行って、これを提供すれば、やっぱり社会貢献しながら稼げるよっていうことなんですね。で、じゃあ、レバレッジっていうのは何なのっていうね、疑問を持つと思うんですけれども、このレバレッジっていうのは、これは、例えば今日は、ストリームヤードという、配信ソフトを使って、皆さんに一斉にね、YouTube と、それから Facebook と、ライブをさせていただいております。ということで、これは、実はレバレッジなんです。ストリームヤードが今日はレバレッジ。すなわち私が今日この講義をね、家で一人で誰もこの配信、ストリームヤードなくね、話していたとしたらば、レバレッジかかんないんですよ。ということは、レバレッジはある意味、流通手段と考えてもいいですし、あるいは、例えばジョイントベンチャーをしてですね、このストリームヤードで配信しているものを多くの人がシェアしてくれたとしますよね。でぜひシェアはしていただきたいんですけれども、そうすると、それもレバレッジってことなんです。っていうことは、まあ、レバレッジってもともとね、英語でテコの原理ってことなんですね。ですから、大きい岩があったときに、小さい岩の上にね、例えばこうやって、ポンとね、この、テコの原理を使って小さい力で、この、ここに小さい岩がある、これをピンとやることによって大きい岩が動いちゃうわけですよね。ということで、これがレバレッジなんですね。ですので、ストリームヤードでたくさんの人に見てもらえるように、配信をする。それも一つの、レバレッジということになるわけです。OK ですかね。で、それがたくさんできればできるほど。ですから、例えば、あなたが美味しいラーメン作りました。美味しいラーメンを作ったけれども、家で一人で食べてる場合はね、これレバレッジかかんないですから、お金はもらえない。だけれども、それを例えば、店舗を出して、そしてラーメンを、多くの人に食べてもらったとしますよね、レストランの中で。そうすると、店舗っていうのがレバレッジになるわけです。じゃあ、今度は、もっとですよ。それを、例えば、そうですね。レシピとして売ったとしますよね。美味しいラーメンの作り方。そして、その美味しいラーメンの作り方自体を、例えば、インターネット上でダウンロードすれば、購入できますみたいなものを作ったとしますよね。で、それを、例えば、YouTube で、販売しました。っていうことになったとすると、たくさんの人が知って、たくさんの人が買ってくれますよね。そうすると、YouTube も、その、情報商材自体も、これもまたレバレッジってことになるんですね。で、そのラーメンのレシピ自体がバリューってことになるんです。なんとなく分かってきました。で、それに対して対価を払ってもらえるから、だからお金が入ってきますよっていう、そういう原理なんですね。ですので、あなたが、どれだけ市場に価値が提供できるのか。そして、市場に価値を提供すれば自動的に社会貢献っていうのができるよっていうことが、このね、社会貢献しながら稼ぐための基本っていうことになります。OK ですかね？クリアですか？そして、ユニークバリュー、というのを一番下に書かせていただきました。これが、実はあなたの独自のセールスポイントっていうことになります。で、これを見つけるっていうのがね、とっても大切なポイントです。ここはさっきのね、宇宙の法則ありましたよね。宇宙の法則っていうのは、もうね、たくさんのものが、もうある、すでにある、豊かにあるんだっていう前提の中で、そして、自分らしく輝いてほしいですっていうことなんですけれども、その自分らしく輝くっていうのはどういうことかというと、独自のセールスポイントっていうのをあなた自身がよく知って、それを伝えていくことですよっていうことなんですね。
ですので、あなた自身が伝えていかなきゃいけないんだけれども、自分で独自のポイント、なんだろう、私らしいことってっていうふうに考えてしまっているんであったとすると、そこは明確化しなきゃいけないですよっていうことなんで、それが今日をね、次にお話ししたいことです。どうやったら自分の X ファクターが見つけられるのかということですね。X ファクターっていうのは、これはね、世界一ナンバーワンコーチ、世界ナンバーワンコーチと呼ばれているアンソニー・ロビンズがですね、使っている表現なんですけども、X、あなたがね、一番こう輝けるファクター、この本当に、自分自身、が一番こう売りになる自分らしく、社会貢献をねできる、価値提供できるそういう自分のポイントっていうのをねどうやって見つけられるのかっていうことなんですけれども、ではね二つ目の項目自分らしく社会貢献する方法の見つけ方についてねお話をしていきたいと思います、この自分らしい社会貢献の方法の見つけ方さっきねもう市場で自分が、価値を提供してそれをにさらにレバレッジをかけたらねお金が稼げるよっていう基本をお伝えしましたので、今度はじゃあその自分らしくっていうところに、フォーカスを当てたときにじゃあ自己分析っていうのがねやっぱまず必要になってくるわけですよね。でその時にまず、これもね、ロジャー・ハミルトンが、作ってくださった、ものとそれからユングがね、考えてくれたタイプ分けっていうのがあるんですけども、まあ、それをね少し、融合させたのが今日ね私が書かせていた脳のタイプ分けっていうところになります。で、大きく分けて脳っていうのは4つの部位に分かれますね。右脳、左脳、前頭葉、後頭葉になります。そしてその中で、その4つの部位があるからこそ、4つの、その4つの、ね、脳のうち、どれか1つがね、皆さんはね、DNA レベルでね、より発達しているっていうところがあるんですね。ですから、あなたらしさっていうことを分析するときに、この脳の発達状況からまず分析するっていうのが1つ目のアプローチですよっていうことなんですね。で、一つ目のタイプはどういうことかというと、あなたの前頭葉が、発達している場合、これはアイデアを出すのが大好きという人なんですね。ですから、新規事業が向いていたり、新しいね、事業を思いついちゃう。あるいは、コンテンツを開発する。例えば、ラーメンを開発するでもいいんですよ。家電を開発するでもいいんですよ。あるいは、食べてもね、太らない、プログラムを開発するでも何でもいいんです。これでコンテンツ開発っていうのが向いています。あるいは絵を描いたりとかいうクリエーションですね。これもすごく、前頭葉が発達している方っていうのは得意ですので、うん、なんか結構いろいろアイデア出すの好きかも、いろいろゼロから考えるの好きかもっていう人はね、ここが強いんだなっていうふうに理解して、自分自身への理解を深めていってください。で、二つ目。人といるのが大好きっていう人ですね。もうとにかく、なんか人がいるとすぐ話しかけちゃうし、もうなんか友達といる、ね、一番大好きな時間なのっていう、そういう方。これはね、コミュニティ作りとかサロンビジネスがすごい向いてらっしゃいます。もうね、とにかく、こう、なんですか、ソーシャルバタフライってね、英語では言いますけども、社会の、蝶々ですから、花と花をね、どんどん、こう、渡り歩くことができちゃうような方っていうことですね。ですので、営業にももちろん向いてますし、その営業をね、もちろんプログラム化するっていうこと、まあ、少しこれは、一の要素も入ってきますけれども、そういうのも、すごく得意な、ことになります。そして三つ目、空気とタイミングを読むのが得意。もう次にね、多分あの人はこういうふうに言ってくると思うわとか、よく空気を読むのが上手ですねとか、なんか人の気持ちとか分かっちゃうんですよっていうタイプ。こういう方はカスタマーサービスですね。あるいは私がね、やっている、セミナーとか、そういうものを運営する側ですから、ちょっと裏方の仕事、に、携わるとね、すごく、ビジネスがね、うまくいっていくと思います。そして四つ目、分析するのが大好き。これはね、今コロナが起きている状況はとかって言って、こういろんなことをね、数字を見たりして分析したりとか、多分きっとこういうことだと思うっていうような、そういう視点で物事をね、いつも冷静に見てしまう。これは、まあ、左脳が発達しているよということなんですね。で、ちなみに人といるのが大好きな人は、右脳が発達しているよということですね。空気タイミングを読むのが得意な人は、後頭葉が発達しているということです。そして分析作りがね、分析するのが好きですよっていう方は、システムを作っていくのがね、得意なんです。ですから、IT 系とか、
かね、だけじゃなくて、まあ今はね、どうしてもやっぱテクノロジーが、システム作りにはね、使われることが多いですけれども、あるいはプラットフォーム事業。プラットフォーム事業っていうのは、例えば Facebook っていうのも一つのプラットフォームですよね。エルカリっていうのも一つのプラットフォームですよね。何か行為をするにあたっての、一番ですね、大切なところっていうのが、一番こう大切なところ、一番そのプラットフォームなんで、電車のプラットフォームのプラットフォームになりますんで、一番その土台になるところですね。例えば、メルカリだったらば、フリーマーケットで、あそこに商品を出品することによって、誰かが買ってくれるっていうことなので、トランザクションね、商売っていうものを実際にやる場を提供するのがプラットフォーム事業だと思ってください。そういった事業ってね、今一番ね、儲かるっていうふうには言われてるんですけれども、そういうのをやっていくっていうのがね、結構得意なので、なので、もちろんテクノロジーとかね、苦手な分析好きな人とかだったらとすると、そんなのできるのかなと思うかもしれないですけども、例えばですよ、こういう、今日はね、ストリームやんですけど、ズームっていうのを使って、そして、みんなが情報交換するような場を作るとか、そういうものでも、この分析好きの人っていうのは、客観的に、いろんなね、現象を、こう、俯瞰してね、見ることができるので、そういったものが得意ですよっていうことなんです。ですので、今ね、簡単にその人間の、まずは自分自身がどの辺にあるのかなっていうことを理解していただくためにですね、見て、タイプ分けをね、お話しさせていただきました。ですので、もう少しね、詳しくね、タイプ分け、私どれに当たるのかもっと分析したいわっていう方は、ウェルスダイナミクス無料診断っていうのをね、見ていただくと、さらにね、詳しく見つけていくことができます。ですけれども、まずはね、どの辺かな、多分これかなっていうね、あるいはこれとこれ両方かもとかね、そういうのは全然ありなので、必ず4種類に分かれるわけではないですからね、大体どれが一番私強いかなっていうのを感覚的に掴むだけでも、自分らしい社会貢献の方法は、ね、見つけやすくなりますから、それだけでも大丈夫です。そして、じゃあ、その自分のね、強みっていうのがある意味分かったところで、次のステップとして、理解していただきたいのが、いろんなものをね、サービス。まあ、ここでサービスって書いてあるのは、先ほどお伝えした価値のことですね。例えば、褒められることってよくあるじゃないですか。例えば、私だったら、まあ、今だったらね、英語が上手ですね、とか言われたりしますよね。そしたらば、その英語を教えるっていうこともありですし、綺麗ですねってね、よく言われる人だったら、モデルっていう仕事もあり得るでしょうし、メイク上手ですね、からメイクアップアーティストに、ね、なられる方もいらっしゃると思いますし、自分が褒められることっていうのは、得てして自分が得意なことですよね。ということは、あなたはそれをサービスとして、価値としてね、提供したときに、要はお金をね、対価をもらえる確率が高くなるので、その褒められることをね、一覧として書き出してみてください。これをするだけでも、自分らしい社会貢献のね、方法、まず一つは見つけられると思いますよ。もちろん料理が上手だったら、その料理をしてるでもいいわけですね。そして次、好きなことを価値提供、サービスとして価値提供するということも全然ありなわけです。絵描くの好きですとか、書道が好きですとか、私もね、マッサージするの大好きなんですけれども、マッサージしっていうね、好きなことをサービスにして提供するということももちろん、自分らしい社会貢献の方法の見つけ方の一つになるわけです。そしてもう一つ、このね、三つ目っていうのが、結構ね、一番ニッチで、一番、どうだろうな、自分の天命に、沿った、社会貢献の仕方になるパターンっていうのがね、多いんじゃないかなと思うんですけれども、それが、まず一つ目、例えばね、ごめんなさい、一つ目っていうか、自分が課題として抱えたことを克服した、その方法自体をサービス化して提供するっていうことなんですね。例えば、先ほどお伝えした通り、私は英語力がゼロでした。正直もうゼロでした。そこからスタートして、英語は、同時通訳者としてね、安倍首相、あるいは今のね、国連の事務総長が前職の時に、お仕事をされていたところで通訳をさせていただいたということで、もちろんね、これ英語で成功してから2回ずつ書いてしまってるんですけれども、そういうふうに英語で、成功していく講座っていうのをね、
まあ、もちろん解説しているんですけれども、それを提供するっていうことも私独自の、サービスになっていくわけですね。そしてもしね、ダイエットに成功して美ボディをね、ゲットすることができたとしたら、それを講座にして解説するっていうこともできるわけですね。ですから、あなたが過去に克服したことがあるもの、そしたらば、それを必ずね、欲してる人っていらっしゃると思うんですね。コンピューターの使い方でもいいですし、あるいは料理のね、献立の作り方、お弁当の作り方、それから子育てのやり方、でもそれは本当にご自身がいろんなね、人生の中で得てきたね、ものっていうのがあると思いますので、ファッションでももちろんいいわけですよね。メイクの仕方でもいいわけですよね。自分がこんなコンプレックスがあって、だけれどもこういうふうにやることによって、例えばなんか巻き髪が上手とかね、私の友達でもね、そういう、美髪を伝えていく、ヘアスタイルをね、整えるっていうのを教えてらっしゃる方もいらっしゃいますので、そういったものを提供するというのも自分らしく社会貢献する方法の一つになるわけですね。ということで、3つのパターンをお伝えしてきました。どれでもいいんですよ。これを、もちろん、一気に全部をね、三つのビジネスとしてスタートしてしまうと、ちょっと大変になっちゃいますので、ですけれども、最終的には、それぞれで一つずつ、ビジネスの柱を作っていくことだって全然ありなわけです。で、大切なところは、とにかく自分がワクワクすることで、社会貢献できることをね、見つけること。これが本当に大切です。やっぱり、ワクワクがないとですね、やらなきゃ。でもそういう時代っていうのは、先ほどの宇宙からのね、メッセージでお伝えした通り、もうそういう時代っていうのは終わっちゃってるんですね。ですので、本当にワクワクする。ハートがもうピクピクする。なんかこう、もうワクワクして、もうダメなんですっていう、そういうことをやってください。ですから、本当に、こんなサービス欲しい人いるのかなってね、思うかもしれないですけども、本当にそれがワクワクするんだったら、ぜひやってみてください。で、それが、このね、一番最後の項目、三つ目の項目ですね。今の現実から無理なく稼げる自分になる方法というところでお伝えしていきたいと思います。ということで、まずね、基本の、稼ぐ、社会貢献しながら稼ぐ基本っていうのをお伝えしてきましたよね。そして、自分独自の、ユニークなポイントを見つけるね、方法。そして、それをどうやって価値提供にしていくのかっていうことをお話ししました。ですので、一番最後はですね、じゃあ今の現状、会社員ですとか、フリーランスですっていうね、その今の現状よりももっと稼ぎたいからね、見ていただいてると思いますので、じゃあそこに行くためには、今の現状、そして目標に、どうやったらここに到達するのか、できるのかっていうことをね、最後にお話ししていきたいと思います。で、これは、会社員の方でも、フリーランスの方でも、要は、次のそのビジネスを提供し始めるっていうことがまず必要なわけですよね。じゃあ、会社員の方であれば、もちろん、教員とかね、されてる方だと副業がダメっていう場合もありますよね。でも、だからといって、全く何もできないかって言ったらそんなことはないんですよ。で、それもちょっとお話ししていきますね。でも、まずは副業っていうところが、スターティングポイントになるよっていうことを理解してください。会社員の人、あるいは、今ね、主婦の方だったとしたらば、新規事業っていうことになりますけどね。とにかく、その、なりわいを始めるっていうことが、二つ目のステップ。フリーランスであれば、一つ自分で、例えば私の場合はね、通訳っていう仕事をずっと25年やってきましたので、通訳のフリーランスからですね、セミナー事業という別事業をスタートして、で、ここがうまくいったので、今はほとんどこちらはね、エージェントだけを営むだけにして、こちらの、セミナー事業の方をね、拡大しているということなんですね。で、ビジネス、というのは、じゃあ、なりわいを始めなきゃいけない。ビジネスはスタートしなきゃいけない。これは分かりましたと。でも、どこからスタートしたらいいか分かんないっていう方もね、多いんじゃないかなと思います。で、ここから先、めちゃめちゃ重要な情報なので、よくよくね、理解してほしいんですけれども、まずは、自分が結果を出すっていうことですね。これは特に先ほどの、3つの、自分らしく社会貢献をする方法の中の褒められているところでビジネスをするときには、これはもともと自分が結果を出してますよね。出してるから褒められてるわけですよね。なんで、その時は心配しないで大丈夫です。ですけれども、特に一番下の、
自分の問題を克服して、克服したその方法自体をサービスとして提供したい場合は、自分が結果を出すっていうことが大切です。ですので、私であれば、英語をマスターして、同時通訳者として、世界ナンバーワンたちの通訳を何百人とさせていただけるところまで引き上げるという結果を出したから、すごく、稼げるようになったわけですね。で、ここをスキップしてしまって、例えば、資格制度ってありますよね。いろんな資格を取って、でも実際には、例えば、痩せる方法を、資格制度で身につけました。だけれども、実は全然痩せられてませんとか、あるいはエステシャンの資格を取りました。でも自分の肌がボロボロですとかね。英語コーチの資格を取りました。でも英語を喋るとあんまりそんなに上手じゃないね。みたいな感じになっちゃうと、ここの1個目の自分が結果を出すがうまくできていないので、説得力に欠けちゃうんですね。ですので、もっと社会貢献して稼ぎたいって言った時には、この自分が結果、顔を出す。これめっちゃ大切なんですね。ですので、まず人体実験、必ずやってください。で、それでうまくいったらば、必ず褒めてくれる人がいますので、そしたらば、その人たちが見込み客ということになりますから、その人たちに2つ目のステップ B ですね。これが無料モニターを募集するということになるわけです。そして、まあ、無料だからまだ稼げないじゃないですか、訂正と思うかもしれないですけども、でもね、このね、無料モニターの人で結果が出てしまうとですね、あなたは体験談という対価をもらうことができるわけですよね。そして、その体験談、こんな人ができたんですよって、もしね、動画とかでもらえたとしたらば、それを Facebook に投稿して、こんな人がいるんですけれども、この同じ方法を、いくらいくらで、最初はね、安くていいんですよ。安いところで、モニター価格でっていうふうに言ったとしたらば、そんなすごい体験が、成果がある、上がるんだったら、それ知りたいですって言ってね、買ってくれる人いますよね。ということなので、まず一番最初は自分がお客さん。そしてその次は無料でモニターをしてくれる自分をね、褒めてくれた人、興味を持ってくれた人ですね。そしてその後はそのモニターのビフォーアフターを見て、それだったらやりたいって言ってくれる、ちょっと値段が安めの人で、やってくれる人ですね。この時も体験談は絶対もらいましょう。そしてその後になんと高額でも、そんなにいっぱいみんなが結果出るんだったら再現性、誰でもできるんだっていうことになりますので、そうすると、高額でも払いたいっていうふうにね、思ってもらえるっていうことなので、そこまで自分を引き上げることができる。そうするとたくさん稼げるようになるよっていうことなんですね。で、ここで言葉で伝えるっていうのが書いてあります。どういうことかというと、これはね、コピーライティングっていう専門用語があるんですけれども、要は、誰もがね、例えば、携帯電話とかで、いろいろね、インスタグラムをやってるときに広告来るじゃないですか。それで、今朝もね、ちょっと脱毛のね、見てたんですけども、医療脱毛で3回で、全身が毛穴がなくなるぐらいツルツルになって、いくらいくらですみたいなね、があると、なんだろうと思うじゃないですか。この、なんだろうって思わせるような言葉で表現するっていうことが、この段階、安価な顧客でも結果が出せるようになったらば必要になるよ。で、その表現力次第、言葉の力次第で、あなたの収入っていうのは、いくらでも無尽蔵に、青天井に払って、青天井に稼いでいくことができるよっていうことなんですね。そして、その次のステップが、今度は、高額でも払いたくなる言葉で表現できたとしたらば、どんな人でも払いたくなるっていう言葉で伝えるっていうのが、さらにもう一個上のレベルになるわけですね。そしてそこまで来れたとしたらば、広告したり、自動化したりっていうプロセスができるわけです。そうするともうこっから先は社会貢献をしながら本当に無尽蔵に稼いでいくことができるよっていうことなんですね。
はい。ということで、今日のね、学びのポイント、テイクアウェイズ、もう一回ね、整理していきたいと思います。まず一つ目、社会貢献しながら稼ぐ基本、価値を惜しみなく提供していくということです。価値というのは、何でしたっけ？市場がお金を払ってでも買いたいものでしたよね。そして二つ目、自分らしい社会貢献方法の見つけ方。自己分析をちゃんとして、自分を分析してですね、ワクワクすることをサービス化しましょう。もちろん褒められたりとか、他の人がね、欲しいよって言ってくれるものを選ぶ。ここですごい大切なポイントです。そして、今の現実から無理なく稼ぐ自分になる方法は、まずは自分で結果を出し、モニターで、結果を出し、顧客へと。そして、最初は定額、高額、そして誰にでもっていうところまで、そして最後に広告、自動化っていうところまでね、持っていっていただければ、あなたはですね、もうね、必ずやですね、自分らしく、もっともっと社会貢献しながらね、稼げる自分になれるよということです。